西武101系電車は1969年に登場した西武鉄道の通勤車両。また、本校では新101系と同一機器、同一構造の西武301系電車についても述べる。101系は901系と新101系、301系の2種類が存在する。このうち九百一系は2010年11月9日をもって 301系は2012年12月9日をもってすべての営業運転を終了、全車廃車となっている。なお、本校では個別の編成について N 編成の表記とする。1969年の西部秩父線開業に合わせて山岳路線を走行するための高出力、高ブレーキ性能の車両として登場し、同年3月5日に、 西部秩父線の開通より一足早く営業運転を開始した。登場時はエースカーとも称された。1976年までに4両編成50本と6両編成13本の計278両が申請された。このうち6両固定編成の電動車2ユニット中1ユニットには当時の大手民鉄では珍しいハイフン付けナンバーが登場している。 車両形式は制御車の区派1101型と中間電動車のモハ101型のみである。車体前面は非貫通2枚窓で上部中央には手動巻取式の行き先表示器がその左右に後部標識灯と通過標識灯が搭載されている。向かって右側の後部標識灯下には乗務員室用通風口の蓋を有する。前面倉庫に全消灯を 左右一頭ずつ装備し、その下にはステンレス製の飾り帯が巻かれている。前面の方向膜は列車種別表示器がないため、準急以上の種別は運転席窓内の向かって左上に種別名が書かれた札を掲示し、普通では掲示を行わなかった。なお、車体側面には種別、行き先表示器ともない。側面は片側両開き3扉で。 扉間には、戸袋窓と二段窓が4つ配されている。前面、側面とも先に登場した801系のデザインが、踏襲され、図書区以外ほぼ同一の外観となっている。ただし701.801系列に比べて、大枠厚さが増加したが床面高さをほぼ同一と、したため、その分車体裾が下がっている。このほか、 客用扉を閉閉した際に物ハサみなどで完全に閉まりきらない扉のミサイル全開にすることができる再開閉スイッチや車内保温を目的に運転台直近の扉以外を閉め切る装置が本系列で初めて備えられた。屋根上にはグローブ型ベンチレーターを、先頭車の比例防車は7個で冷房車は5個、中間車の奇数車の比例防車は5個で冷房車は3個、 中間車の偶数車は8個で冷房車は6個装備する。パンタグラフはひし形を M1 車に2機搭載する。車体塗装はレモンイエローチに窓周りがウォームグレーの塗り分けとなった。これは搭載機器の種類が異なり連結運転が不可能な701.801系と識別する意味もあった。ドアは内外ともにステンレズム塗装。座席は オールロングシートでモケットは茶色で、優先席は緑色。内装の化粧板は、茶色系統の暖色系が採用された。車両間の貫通扉は、両開き式で101から127編成は、M2 社の M1 社よりのみに、129から181編成は、TC1 社、M2 社の1位側、TC2 社に、183編成以降は、M1.2 社の1位側、 tc2 社に設けられた。101から181編成は冷房化改造の際に扉の新設や移設により183編以降と同じ位置に統一された。天井には、非冷房車は扇風機、試作冷房車は冷風吹き出し口と扇風機、冷房車はラインデリア6個を備え非冷房車及び、試作冷房車より蛍光灯を中間車では2本。 戦闘車では3本多く搭載している。台車は、住友金属工業製の空気バネ台車で区ハ1101、型が FS072、モハ101型が FS372 を装着する。これらは801系、区ハ1801型が装着していた空気バネ、インダイレクトマウントタイプ FS067 の発展型で、枕バネ周りの構造は、 ダイレクトマウント方式に変更された。軸、バネ周りの基本構造は共通のペデスタル軸バネ、指示であるが、この構造は基本構造がシンプルで初期コストが低く、通常のメンテナンスも容易という長所がある。ただしペデスタル摩擦部は、他の高度な軸バネ方式に比べて、頻度の高い適切なメンテナンスを要するが、もともと在来級が他社の多数が、 ペデスタル付き旧型台車で占められていた西部では、保守上の問題はなかった。主電動機は 701K 用のものから、大幅に出力アップした日立製作所製 HS-836NRB-PRB、または、東洋電気製造製 TDK-8010A が、主制御機は、日立製の電動カム軸式の抵抗制御機 MMCHTB20E が、 搭載された一般的な抵抗制御としては、進む段数を多めに取り、高加速性能を得ている。また、定格回転数を 1850rpm と高く設定されたほか、最弱目回自立が40%から35%に拡大され、高速域の性能も向上している。これらは M13 社に搭載された。補助発電機としては、 電動発電機が M に4車に搭載された。非冷房車は12区場の HG-534MRB 型。冷房車及び冷房改造車は159場の MG117S 型。6両固定編成は MG114AS 型。一部の冷房改造車は ブラシレスで149馬の HG-77445 から 01R 型、または TDK-3350A 型を搭載する。また、八点218.220-222.224は MG の代わりに静止系インバータが搭載された。車内同社は特別修繕工事を受けており、座席や内装の色などが登場時とは異なる。 制動装置には、西武鉄道では初めて大荷重装置を持った、発電制動付き電磁直通空気制動を採用、勾配そもそも即発電制動を装備した。これらは急勾配が続く西武秩父線を走行するための装備であり、同時期に登場した5000系もこれと同様の装備を有する。これにより、自動空気ブレーキ装備の在来系列との通常の 平結運転は不可能になった。電動空気圧縮機は AK-3K を M24 車に2台搭載した。後の冷房化改造や特別修繕工事に合わせて HB-2000 型1台に交換された車両も多く存在した。塗装159編成赤電塗装701.801系は1977から1978年にかけて 車体の塗装をローズピンクとベージュの2色からレモンイエロー1色に変更された。なお、このおなじみの黄色い塗装は101系が最初である。イエローとウォームグレーの本形式と識別されていたが401.701801系の冷房改造車グループの1997年の営業運転離脱後に保守作業の簡略化も含めて 本形式の車体色のイエロー一色化が行われた。1996年の183編成を、皮切りに1999年の201編成で、塗装変更が完了した。2001年秋には、西部トレインフェスティバル、アカデン、スペシャルウィークにおいて159編成が、かつての101系以外の形式の標準塗装である、ローズピンクとベージュの塗り分けに変更され、 臨時列車として、同年9月29日から30日に、西部新宿西部沿管を、同年10月7日から8日には、池袋横瀬間で、それぞれ運転された。同編成は、重要部検査を間近に控えており、臨時列車への重当後すぐに検査入場し、イエロー一色塗装に戻され、赤電塗装での定期列車への重当はなかった。101系に赤電塗装が施行された。 唯一の例である。901系は冷房機非搭載で登場し、しばらくそのまま増備が続けられたが、1972年に171から181各編成の4両編成6本が試作冷房車として申請された。これは西武鉄道で初の冷房通勤車である。比較試験の結果、量産車では集中式冷房装置を採用することになり、 1973年には121から129編成の4両編成5本が冷房改造され、同時に新生冷房車の MM ユニット2両を組み込むことで101、啓発の6両編成となった。1974年には新生冷房車となる191編成が登場し、163編成に4両編成で最初の冷房化改造が施された。 なお、量産冷房車では以下の点で設計変更が実施された。冷房改造は申請者導入と並行して行われたが、池袋、新宿線間での冷房車比率を均等にする目的で901系の冷房改造は一時中断となり、701系、801系、401系の冷房改造完了後に再開された。 1987年の161編成を最後に全編成の改造が完了した。試作冷房車のうち175.177編成型編成と同一の集中式冷房装置搭載並びに屋根上ベンチレーターを箱型タイプに交換改造され、残りの4編成は4000系に機器を提供するため未改造のまま廃車となった。なお、 175.177編成及び1984年以降に冷房化改造された101から119.131139.14961の計24編成は改造時に座席端パイプが新101系と同様の網棚と一体化したタイプに変更されたほか車側等の電球が二等化された全編成に列車無線装置の設置 ブレーキ制御装置の変更、全面密着連結器の同時形状変更、ドアエンジンの TK-4D 型から STK-4D 型への改造などが施行され、一部編成は空気圧縮系の除湿装置取り付け、屋根並びに床下機器のグレー色への変更、MG から SIV への交換が行われた。1980年代以降に、 新宿線で運用された編成は冷房改造後の401.701-801系との並結運転対応の改造工事が行われた。改造内容はそもそも即ブレーキのカットをはじめとするもので、該当編成は電気連結機部分が黄色塗装にされ識別された。なお、1998年に復元工事が行われている。 1980年代中頃から工述の新101系と同様に乗務員室の客室仕切り扉に客室側より忍び状にてラッチ施錠を行える改造が施行された。これはドアシリンダーの引っかかりが甘く車掌の車内改札中に急に開いてしまうことが多々あったことや折り返し駅などで悪質なものに勝手に車掌スイッチを扱われる事件が発生したために 備品等難防止や保安上の観点から実施された。ほぼ同時期に他系列でも同様に忍び状がないと操作できない新タイプの車掌スイッチに交換された。リフレッシュ工事1988年の新2000系の登場とほぼ同時期に129.18391から201.209から225編成の30編成に対し車内。 外のリフレッシュいわゆる特別修繕工事が実施された。結果として、最も原型に近い車内を最後まで維持して運用していたのは2003年廃車の183、編成。ドア窓指示方式が黒色エッジゴムだった車両の最終廃車は2004年の175編成である。VVVF インバータ制御試験車1988年に、 廃車になった145編成の中間車も、は145.1462以下の改造が施された。モハ145には、日立製 GTOVVVF、モハ146には、三菱製 GTOVVVF を搭載した。改造後は 301K307 編成のサッハ 1301K の代わりに組み込まれ、モハ301から7.8は、 主電動機回路をカットした上で、MT4M4T で営業運転を行った。試験終了に伴い307編成は、編成から抜かれた左派線3 0 1から7.8を復帰させ、モハ145.146は,14 14は1990年に廃車された。ワンマン対応改造1996年4月に、玉川線でワンマン運転が開始されるのに際し、 当時池袋線に所属していた特殊工事の対象者の217から225編成の後編成にワンマン運転対応改造を行い、また公衆輸送に対応させ、同線に所属していた701系を置き換えた。改造内容は以下の通り、玉川線には4編成が配置され、もう1編成は予備で新宿線の支線で運用されるシステムが取られた。 登場から全車が引退するまで、西武有楽町線、新交通システムの山口線を除く全線で、各駅停車から快速急行まで運用された。新101系と対応改造車は701.801系などとも、並結運転が可能で、最大重量まで連結された。901系の登場当初は、西武秩父線対応であったことから、 池袋線系統に配置されていたが、冷房車登場後は冷房化工場のため、新宿線にも配置された。前述のように、池袋線と新宿線の冷房車配置を均等に、する目的で、901系の冷房改造を中断し、701系などの冷房化改造に移行した時期があったが、実際には、901系冷房車を新宿線に配置し、701系、 401系、冷房改造車を池袋線に配置するケースもあった。その後1979年に登場した新101系は2連の一部が新宿線にも配置され既存の901系特んで使用されたが、その直後1980年3月17日改正に伴う転配で、101系は池袋線に701系、401系、 冷房改造車は新宿線にそれぞれ集約することになり、以降しばらくの間901系は全車が池袋線に配置された。1990年代になると池袋線にも新2000系の投入が開始される一方で新宿線の701系、801系、401系、501系冷房改造車の老朽化により901系が 新宿線系統に再び配置された。1996年からワンマン改造が施行された217から225編成が玉川線に投入された。玉川線での運用車4本と本線に残った1本とは、検査などの際には武蔵野線を介して編成の入れ替えを行っていたが、1999年に始まった JR 中央線武蔵、 堺駅高架化工事に伴い同駅で JR 線との連絡が絶たれてからは217から223を編成の4本で固定された。2004年の車両の動き2004年夏時点で901系は新宿線と池袋線にそれぞれ4両編成4本と安満マン車4両編成5本の計9本36両が在籍していた。 新宿線に残存していた175編成と191編成は12月6日付で廃車になった。池袋線に残存していた193編成と197編成は、同年の西武トレインフェスティバル2004イン横瀬の開催に、合わせて5年ぶりに登場時のツートーンカラーに、都職変更され池袋横瀬期間の臨時列車として走った。イベント終了後、 両編成は、西武鉄道のウェブページで公開されたダイヤ通りに運行し、秩父夜祭り輸送や、土休日の西武秩父線直通快速急行の運用が主となった。この快速急行運用の中の特定の3日間は、秩父線開業35周年のヘッドマークを装着して運行された。その後12月19日に、さよなら901経営運転として、 西武園東村山本川越、西武球場前所沢反応西武秩父の経路で運転された。西武球場前駅では展示会が行われ、終着地の西武秩父駅到着後は横瀬車両基地に改装の上解体された。2008年の車両の動きさよならヘッドマークを掲出した225。 編成玉川線配置車が217の223編成に固定された後本線側に残った225編成は2006年4月から約1年間かけて行われた玉子専用新101系ワンマン車の更新工事の間に予備車として2008年2月3日まで同線で運用された運転終了直前の1月27日から先頭車の中央下部に さようなら1 0 1系2 2 5 2 2 6号車と写真が載った特製ヘッドマークが掲出された。2010年の車両の動き2010年に入って、武蔵堺駅の高架化が完了し、玉川線と中央線の連絡線が復活したことから車両の入れ替えが再開され、同線にはワンマン改造を施行された新1 0 1系が4、編成投入された。 それらと交代で3月に217編成、6月に219編成、9月に221編成、11月に223編成がそれぞれ玉川線から小手差し車両基地に改装され、最終的には横瀬車両基地に改装され解体された。なお、223編成のみ横瀬車両基地に改装される前に方向転換を行っている。 同編成の廃車をもって901系が全廃となった。1224号車は2トン塗装に塗り替えた上、横瀬車両基地に保存されている。なお、最後まで残った223号編成は11月3日から運用終了日まで2種類のヘッドマークが掲出された。 217編成改装のため連結機交換済み223編成ヘッドマーク武蔵シサ二百法223編成ヘッドマークこれまさかた廃車と機器の再利用1988年に試作冷房車の171.173179.181編成及び141から147 編成の8編成32両の内もは145.146を除いた30両が本系列最初の廃車になった。廃車順は171.173141.143145.147179.181編成。これらの編成の機器は廃車後に4000系を製造する際に流用されている。 事故廃車1992年12月に213編成が新宿線東村山霊号踏切で自動車との衝突事故を起こした際にもは101から214から火災が発生し、同社は廃車になった。その代替として、経年廃車予定だった125編成のもは101から26が2代目も、は101から214に、 海板の上組み込まれ213編成は営業運転に復帰している。なお、213編成は2003年に廃車になった。4両編成、6両編成2000系の増備が一段落、下1979年に2両編成から登場し、その後4両編成、8両編成も登場した。自社の西部所沢車両工場だけでなく、 東急車両製造でも多数製造され設計も同社に委託した。このため、同時期に同社が設計に関与した国鉄201系電車とも外観上の類似点が数々見られる。戦後発足の原、西武鉄道の通勤電車としては初の外部発注であった上に、その発注先がかつて箱根山戦争、伊豆戦争で対立関係にあった東急グループの企業であった。 ことが特筆される。4両編成が901系の続版の227編成261編成、2両編成が269編成295編成、301系が301から313編成で構成されている。1980年12月に増備された4両編成は、車両番号が300番台の区分となり、305、 編成が登場した時点でこれらの編成は301系とされた。301から309編成の4両5本が登場した後の1982年から書く編成に左派線3 0 1型を含む4両が組み込まれて8両固定編成とされた。新101系と301系は1982年で製造を終了する予定であったが、1983年度に 3000系を5編成製造する計画が3000系。3編成と301系2編成の製造へと変更され、同年に311編成が、翌1984年に313編成が登場した。この2編成は二等化された、車側等が3000系に順じておりそれまでの編成と異なる。また、両編成は、新生児から8両固定編成で、 所沢工場における最初で最後の8両同時出場となり、いわゆる X01 系最後の新造車となった。最終的に新101系が100両、301系が56両の計156両が製造された。2021年2月1日現在では4両、編成8本の計32両が運用されている。 西武鉄道では2007年4月17日に101系301系に変わる次世代通勤系車両3万系の導入を発表。同系は2011年度までに14編成94両が新造され、2012年度には6編成30両が新造された。これにより2012年12月2日をもって非ワンマン車の定期運用は終了し、 翌日からは反応7時53分発、通勤急行池袋行きと小手差し8時1分発、通勤準急池袋行きで始まる運用は、すべて4ドアで運転された。これについては、先ほどの種別の停車駅の時刻表に提示した。その後、12月9日には、西武球場前駅構内と横瀬車両基地にて、さよなら101系、301系イベントを開催した。 これに合わせ、かつて定期運用であった101系2両3、編成連結した計6両編成の団体臨時列車が、西武園東村山本川越所沢、西武球場前所沢反応横勢の経路で運転され、種別幕に、さよなら行き先幕に、101系の特別方向幕を、車体色に合わせた黄色い電気連結機カバーを装着して走行し、 同じく引退する301系も臨時快速として池袋西部球場前で100アニバーサリーヘッドマークをつけて走行した。西部球場前駅では前日した列車を並べて展示を行った。第2会場の横瀬車両基地では断輪で使用された271編成と281編成、基地内に保存されている901系。 クハ1224と並列展示を行った。クモハ288車内2011年4月に 101K301K はデザイン面で 901K を大幅に変更されたが、台車、ブレーキシステム、伝送品は変わらない。また、全車両申請時から冷房装置を搭載。901K からの変更点は以下の通り、外部塗装は 901系同様イエローがベースで側面窓周りにウォームグレーの帯が入った。前面の窓周りのへこみは最初に登場した281から295編成は側面と同じウォームグレー、4連の編成と301から309編成はそれより濃いグレー、269から279編成と311.313編成は黒色に塗られた。後に、 全社国色に統一されている。901系と同様401.701-801系の全廃後に、車体塗装のイエロー一色化が始まり、2000年7月の279編成をもって完了した。同時期に種別、行き先表示器の字幕も、白字黒文字から黒字白文字に変更した。2008年6月頃からは2000系、3000系、 4000系と同様に種別、行き先にローマ字表記を追加し、各駅停車の種別表示は、普通から確定に変更された。2005年に、多摩湖専用、ワンマン車のリニューアル改造で、スカートの取り付けが施行された。本線系統用車両でも2005年の313、編成を皮切りに、スカートの取り付けが実施されたが、全編成への施行はされず、 最終的に239.245、247.269、295.301、303.307、309.31、1313編成への試行で終了した。701系列との連結運転対応改造1981年以降に253から261、編成に701系列と連結できるように、 そもそも速ブレーキの無効化、都市目装置その他の電気回路の一部を変更などの改造が施行されて、新宿線系統に転属し、551系などを置き換えた。秩父鉄道乗り入れ改造227編成プラス229編成、231編成プラス23編成、235編成プラス237編成。 239編成プラス241編成の4両編成8本4組に1989年から始まった秩父鉄道への乗り入れへの対応改造が行われた。内容は以下の通り。なお、休日ダイヤの乗り入れ運用には、三部口西部秩父行きと西部秩父野上行きがあり、編成の組み合わせが入れ替わることもあった。 秩父鉄道への乗り入れ運用終了に伴い、改造編成の電気連結機は元に戻されたが、解除後も普段戦闘に出ない電気連結機が白色のままであった。合車札や茶色の吊り革はそのまま残り、通常はかつての改造編成同士で連結され8両固定編成と同様に運用されていた。ワンマン対応改造ワンマン対応車 玉川線開業100周年 HM をつけている。1998年11月より、玉子線の国分寺萩山間でワンマン運転が始まったが、道区間で運用する目的で2億5725万9261、編成の3編成に901系ワンマン車に準拠したワンマン運転対応改造が行われた。内容は以下の通り、などである。 その後261編成は2005年3月、259編成は同年9月、257編成は2006年3月にリニューアル工事が施行された。内容は以下の通り。2007年に車両の組み替えで新たに蘇生された263編成と2010年の3月から12月にそれまで玉川線で運用されていた。 901系のワンマン車を置き換える目的で247-253編成にも同様の改造が施行された。これらの編成は257から261編成とは違いリニューアル改造前にワンマン対応改造が施行されていないのでリニューアル改造時にワイパーの交換や電気連結器の撤去が行われている。また玉川専用の4編成は車体の色が 白色になり、両戦闘車にはラッピングがされている。これは、沿線の小学生から募集した式をイメージしたイラストで247編成が、春249編成が、夏251編成が、秋253編成が、冬をそれぞれテーマとしている。この他車内の車両番号を呼び、メーカー名板がシールになっている点などが異なる。また、 車内床材は263編成と同じグレー系統のものが使用されている。2011年2月から7月にかけて245編成。2012年から2013年2月の間にかけて241編成にも玉川専用車と同様の改造が施された。この2編成は改造時に車体色が白一式になっている。なお、 241編成は改造と同時に屋上のベンチレーターが撤去されている。ワンマン車は玉川専用も含めて全編成が玉川浄水車両基地所属で、そのうち4編成が白井戸大車両基地に常駐している。4M 編成か2007年度に E31 系電気機関車の老朽化による廃車に伴う代替の牽引車として、 二両編成の279、編成に255、編成の万五255,256を組み込んだ四両前電動車の263、編成が蘇生され、玉川上水車両基地に配属された。車両番号の推移は後日の新101系四両編成を参照のこと。当初機関車の置き換えには二両編成を改造する計画があったが、 実際には4両編成が登場した。同編成には牽引車として独自の装備が搭載されている。また、牽引車運用時以外は、多摩湖線で他のワンマン対応車と共通運用されるため、前述のワンマン対応工事及びリニューアル工事も同時に施行されている。追加された改造箇所は以下の通り。263編成は1 5 0ットの 電動機を16機搭載しているため、編成の出力は2 4 0 0ットになり、この数値は引退した E851 系電気、機関車の2 5 5 0ットに匹敵する。2006年9月に247編成に、ユネスコ村大恐竜探検艦を PR した恐竜のラッピングが、2007年には245編成に、セーブライオンズのラッピングが施されていた。 また、前述のように、玉川専用車には、小学生が描いたイラストが貼り付けされていた。西部秩父線の開通40周年記念企画の一環として2009年3月に、玉子専用の261編成が新造当時の、ツートンカラー、全面窓回りベージュとなって、運用を開始し、同年6月には、池袋線所属の271編成にも、 この塗装が施され6月7日に開催された西部電車フェスタ2009イン武蔵ヶ丘車両研修場で公開された後に同月中旬から運用に投入された。2017年12月から多摩湖線、2018年1月に多摩川線でかつての赤電塗装編成を運行開始すると発表された。赤電カラーは247編成に施行され、 玉子線では12月17日より、玉川線公主輸送前まで、玉川線では1月24日より、運転開始した。また、それと入れ替わりで、玉子線へと伊豆箱根鉄道1300系カラーが、公主輸送にて移動している。2018年3月からは249、編成にツートン復刻カラーが施され、玉子線で運用後、玉川線に、公主輸送にて移動した。 2019年6月には245編成に、ツートン復刻カラーが施され、6月1日に開催された、西武電車フェスタ2019 in 武蔵ヶ丘車両研修場で公開された後、同月19日より運用に投入された。申請後は、901系同様に、池袋線系統に集中配置されたが、その後の新宿線系統への展開により、 西部有楽町線、新交通システムの山口線を除く各線で、各駅停車から快速急行まで運用された。しかし老朽化による廃車も進んだことで年々、運用本数は減り、運用区間も変化している。編成は、最大10両までなら2.48両で様々な組み合わせが可能で、901系との並結も可能であった。なお、 2012年12月をもって、非ワンマン車の運用が終了したことにより、下記に示すワンマン車の運用範囲以外の区間からは、撤退した。池袋線系統鞘山線の列車に充当される277編成プラス275編成池袋、反応間、反応西部秩父間秩父鉄道乗り入れとしません。鞘山線新宿線系統301系単独での、 運用新宿線、灰島線国分寺線西部沿線玉子線1998線年11月のワンマン運転開始以後は国分寺西部遊園地間の全線でワンマン運転対応編成により運用されていた。なお、玉川線用の各編成はそれぞれ本線側に戻った際に玉子線用車と共通で運用についていた。 初入線時期は247編成が2010年12月、249編成が2011年9月、251編成が2011年8月、253編成が2011年10月である。国分寺駅にホームドアを設置する関係で、2021年2月7日に一旦動線での運行を終了したが、同18日から22日まで5日間限定で、 ありがとう1 0 1系玉子線ラストランウィークとして259編成が最後の運行を行った。玉川線伊豆箱根鉄道1300系電車と同じ塗装が施された249編成赤電塗装が施された247編成大見鉄道100系電車と同じ塗装が施された251編成9 0 1系の置き換えようとして2010年3月から ワンマン改造試行車両が投入された。初入選時期は247編成が3月、249編成が6月、251編成が9月、253編成が12月である。なお、11月には259編成が入選している。247から253の各編成は、それぞれ武蔵坂駅で作品が選ばれた児童らを、 マネーテの出発式が行われた。これらの編成は2014年度まで運行され、終了後は白一式に戻された。2017年には、伊豆箱根鉄道創立及び、西多玉川線開業が共に100周年を迎えたことから、249編成が寸図線の1300、系統なじ塗装に変更された。2018年には、 大見鉄道の開業120周年を記念し、251編成が大見鉄道100系電車と同じ塗装に変更され、西部電車フェスタ2018イ武蔵ヶ岡車両研修場で公開され、同年6月14日から多摩湖線で営業運転を開始した。同線では2010年から2011年にかけて以下の通り車両の入れ替えを行っている。 ワンマン社の運用範囲新101系2両編成新101系4両編成301系8両編成新101系県員対応者4両編成ワンマン社の編成ごとの形態2021年6月現在新101系301系は2004年度から廃車が開始され現在は非ワンマン社のすべてが廃車済みであるまた2019年度からは ワンマン車の廃車も開始された。なお、一部は他社へ、譲渡されている。2004年度2004年に上新電鉄に移籍した289、編成改め上新500系、第1編成2005年度秩父鉄道広瀬、河原車両基地にて、2006年5月2007年度2008年度2010年度2011年度2012年度2019年度2020年度流鉄上。 新電鉄秩父鉄道伊豆箱根鉄道、三義鉄道大海鉄道区派線1 5 0区派百2 2 4区派百2 6 2西部301系電車に関するカテゴリー、賛義鉄道751系電車に関するカテゴリー。ありがとうございます。